中華航空140便墜落事故。中華航空140便墜落事故。中華航空140便墜落事故は、1994年、平成6年4月26日に発生した航空事故である。中西国際空港、現、台湾東園国際空港初名古屋空港、現、名古屋飛行場、通称、小牧空港行きの中華航空140便。 エアバス A300 バイト4から 622R コールサインダイナスティ140が名古屋空港への着陸侵入中に墜落し乗員乗客271人中264人が死亡したこの事故は中華航空現在ナイアラインが起こした事故としては最悪のものであり日本の航空市場でも日本航空123便墜落事故 死者520人に次ぐ惨事となった。エアバス A300 型機で発生したものとしては、イラン航空655便撃墜事件、死者290人、アメリカン航空587便墜落事故、死者265人に次いで3番目に、死者数が多い事故となっている。事故機のエアバス A300 バイト4から 622RB-1816 は、 1991年1月29日に製造され、約8570時間の飛行を行っていた。エンジンは、プラットホイット2社製の PW4158 を2機搭載しおり、左エンジン、第1エンジンは5780時間、右エンジン、第2エンジン8780時間使用されていた。機長は42歳男性。 総飛行時間は8340時間で、内1350時間が A300 によるものだった。副操縦士は26歳男性。総飛行時間は1624時間で、内133時間が A300 によるものだった。客室乗務員は13人おり、乗客は幼児2人を含む256人が搭乗していた。 乗客のうち153人が日本人で63人が台湾人だった。日本人乗客の多くはパッケージツアーからの帰国の都にあった。140便はアトック8時53分、JST17 時53分に中西国際空港を離陸し、9時14分頃に巡航高度であるに到達した。時分に降下許可を受け、時分に ILS による侵入許可を得た。侵入は、副操縦士による手動操縦で行われていた。11時14分付近で副操縦士が誤ってゴーレバーを作動させ、自動操縦の着陸復興モードが起動した。これにより、水力が増加し、水平安定版も、岸上げ位置に動いた。そのため、機体は降下せず水平飛行を開始した。機長は、 副装重視に着陸復興モードを解除するよう指示し、副装重視は着陸経路に戻すため操縦桿を押した。機体は降下を再び開始したものの、着陸復興モードは解除されておらず、水平安定板はマイナス5.3から、機種上げ位置の限界に近いマイナス12.3度まで動いた。11時15分。 高度付近で副操縦士が、スロットルが固定されたことを告げ、機長が操縦を交代した。機長は、スロットルを引き戻すとともに、操縦桿を強く押した。11時15分11秒、機長は、ゴーレバー、ゴーレバーと、故障し、副操縦士が、名古屋管制に、名古屋管制、ダイナスティ、着陸復興、名古屋タワーダイナスティゴーイングアラウンドと伝えた。直後、 スロットルが全開になり、機体は急上昇を開始し、付近まで上昇した。日本人の生存者は、失速した後、パイロットが墜落すると客室に伝えたと話した。その後、機体は失速し急降下し、11時15分、JST20 時15分45秒に滑走路34から東北東110メートル地点の着体に墜落した。墜落から1分以内に、 管制官,官が消防へ連絡し、救助活動が開始され、墜落から1時間半ほどで火災は沈下した。なお、名古屋空港には航空自衛隊小牧基地が隣接しており、当時基地にいた自衛官が救助活動、事故処理などに関わっている。乗員乗客271人中16人が病院へ搬送されたが、うち6人は病院へ着く前に死亡した。 当初生存していた10人はフィリピン人、台湾人2人、日本人7人だった。その後、10人中3人がそれぞれ27日、28日、5月1日に死亡した。生存者は7人全員が機体前方部、座席番号7から15に着席していた。救助に当たった医師は2人の子供が助かったことについて驚いたと話した。 なお、収容された遺体は、小牧基地の格納庫に搬送されて、遺体の見分と遺族による確認が行われた。その後、遺体は基地内の体育館に移され、4月30日に確認作業が完了した後、遺族に引き渡された。なお、遺族への配慮などから格納庫と体育館でのマスコミによる直接取材は禁止された。A300 や A310 では、 自動操縦に関するトラブルが数件報告されていた。航空事故調査委員会は報告書で以下の要因が事故に起因したと認定した。犠牲者87名の遺族と生存者1名からなる遺族の統一原告団は中華航空とエアバスに総額196億2020万円の損害賠償を求める民事訴訟を1995年11月に提訴した。 中華航空操縦乗員による操縦ミスとエアバスの設計上の欠陥が複合したため事故が発生したとする主張から原告数及び請求額が日本の裁判史上最大の訴訟となった原告側は中華航空は故意的とも言える重大な過失によって事故を起こしたとして航空事故による被害保障を定めた悪相条約で例外的に適用されない無謀に かつ、損害の恐れを認識していった場合にあたると主張した。エアバスは機体に手動操縦と自動操縦が競合する欠陥があり、同様の事故が何度も発生して危険性を認識しながら何だ改善を受けを講じなかった製造物責任があると主張した。犠牲者の死の恐怖や遺体の損傷などの遺族の精神的苦痛が甚大で、 あるとして犠牲者1名あたり1億円の医者料を求めた。中華航空は、誤操作は不可抗力で、エアバスのマニュアルに欠陥があったと主張し、エアバスは、日本の裁判所は、当該訴訟の管轄権を有さず、事故原因は、機体の欠陥ではなく、操縦乗員の充質が原因で事故の予見可能性は全くなかったなどと主張した。2003年、 平成15年12月26日に名古屋地方裁判所は、操縦上院が墜落の危険があることを認識しつつ、無謀な行為を継続したことが事故につながったとして、改正悪ル条約25条の責任制限規定2万 US ドルの適用が排除される、無謀に、かつ損害の恐れを認識していった行為に相当するため、中華航空は、 損害の全額を賠償する責任が、あ、統一原告団232名へ、総額50億3297万4414円を支払うように命じた。中華航空が控訴を見送り、名古屋地裁判決を受け入れることを表明したため、原告団の大半は控訴を取り下げて確定した。原告のうち29名が控訴して、 名古屋高等裁判所で訴訟が継続していが、2007年、平成19年4月に、中華航空が、自己責任を認め、金額は、未公表ながら解決金を支払う条定が成立した。エアバスへの請求は、事故が、操縦乗員の、極めて稀な行為によって起こされたものであり、システム設計に欠陥があったとは言えないとして、製造物責任を認めず請求を棄却した。 統一原告団とは別に起こされた事故の遺族による裁判も同様の趣旨の判決が出されて請求が帰却された。1994年5月3日、民用航空局は中華航空へエアバス社の手順に従って回収を受けるよう指示した。また、中華航空のパイロット全員に訓練を受けさせ再評価をするよう命じた。2014年4月26日、 愛知県カスガイ市にある追悼碑に遺族ら約300人が集まった。事故当時の中華航空、日本側の日本アジア航空も同じの台北名古屋線は不定期での運航であり、その後、1994年12月の航空協議で定期運航となった。また、当該路線の便名は150便151便に変更された。事故直後には、 当時事故機と同系機を運航していた日本エアシステム、現日本航空本社にも取材が殺到したという。この事故を契機に、翌年、中華航空は日本での故障をチャイナエアラインへ変更した。事故直後に名古屋空港で唯一稼働していた東海テレビの情報カメラ、お天気カメラが炎上する機体の姿を中継した。当時、東海テレビが加盟している。 富士テレビ系列 FNN ではプロ野球中継広島対巨人の試合が放送時間内に終わったため20時40分頃には事故の一報を富士テレビのスタジオから伝えたその他21時以降は報道特別番組を組む放送局もあったなお在名民放5局のうちテロップの第一報ニュース速報で最も早く伝えたのは プロ野球中日ドラゴンズ戦中継を放送してたテレビ愛知である。TBS では航空会社を舞台にしたドラマスチュアーデスの恋人を放送中にニュース速報を送り出した。速報の字幕はドラマ劇中での旅客機の成田空港への着陸と滑走路への侵入、完成等と更新中のコックピット内部場面にスーパーインポーズされたがドラマはそのまま。 放映続行された。また、劇中の演出としての操縦パネルの扱い、乗務員の死後雑談、それらに対する機長からの注意への反論等、飛行中のコックピットでの場面について、安全への配慮に欠けた描写が見られたとして、TBS に抗議の電話が殺到した。その後、報道特番に差し替えられ、ジャングル TV タモリの法則、毎日放送制作は休止。 筑紫徹也ニュース23開始まで特番を続けた後、引き続き同番組でも CM を一切挟まずに情報を伝えた。テレビ朝日系では21時台から報道特番に差し替え、22時からのニュースステーションで詳しく放送、名古屋テレビの山崎明がニューススタジオで受ける形で各地の中継など折れながら情報を伝えた。テレビ東京系では 23時からのワールドビジネスサテライトで現場からの生中継映像に合わせテレビ愛知記者による電話レポートが複数回放送された。岐阜放送ではラジオでは22時台の生番組にニュース速報を複数回入れその中ではアナウンサーの本治洋一が名古屋空港に入り電話で現場レポートを行ったテレビでも十四時十五分から十分間の 特設ニュースを放送。アナウンサーの伊藤信久が担当し、ワールドビジネスサテライトで使用された現場中継画像を用いた放送を行った。兵庫県のサンテレビでは、事故発生を確認後も、飛行機並びに空港をテーマにした、ホラー映画、墜落大空港を予定通りに放送した。ラジオでの報道対応の一例として、朝日放送、ABC ラジオは、 阪神対ヤクルトの野球中継を放送していたが、事故直後から野球中継中に炎上している様子など、事故の様子の一部を伝えていい。試合終了後は、ABC ミュージックパラダイスの内容を変更し、随時事故のニュースを伝えたのをはじめ、翌日の未明から早朝に放送される、もうすぐ夜明け ABC も、休止の上、事故のニュースを伝え続けた。 名古屋空港を取材ヘリの基地とし、カメラマンを常駐させていた中日新聞は墜落直後の写真を撮影し、その報道写真は新聞協会賞を受賞した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。